おめでとうございます。今日は5回を失点というピッチングでしたが、どのような気持ちでマウンドに立たれていたんでしょうか。そうですね、熊本の試合が雨で降られてしまったんですけど、回復が大分になって、気持ちを切らさず今日は一生懸命投げようと思って行われてきました。熊本からのファンの皆さんが声援に駆けつけてくださっています。次の試合に向けて、次の応援に向けて一言お願いいたします。はい、次は4月に入って頭に来たと言ったというか、熊本で開催されたと思うので、次は熊本の多くのファンの皆さんの前でいい日がまたできるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。勝利投手の宮川投手でした。ありがとうございました。Thank you.